どん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 、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。今回はですね、ある本を買いましたので、まずご紹介したいと思います。こちらの本です。じゃらん！悪魔のレシピ。皆さんご存知でしょうかね。これもね、料理研究家のね、方が出してる本なんですけども、そう、前も卵かけご飯で作らせてもらったリュウジさんっていう方の本なんですけど、これがツタヤでちょうど売ってたので、ちょっと買ってみました。で、この中にはね、本当にいろんな料理のレシピが書いてあるので、ちょっと時間がある時にですね、どんどんとたくあんボーイ作っていきたいなと思いまして、で、今日はですね、早速なんですけど、半熟カマンベールカルボナーラっていう食材全部レンジでチンするだけで最高級レストランの味にっていうね、めちゃくちゃ簡単そうな料理があったので、まずこれから作っていきたいと思います。はい、それでは早速作っていきます。できました。めちゃくちゃ美味しそうですね。しかもちょうどなんかいいお皿もあったので、すごくおしゃれなカフェで出てきそうな、ちょっと黒胡椒かけすぎたかもしれないんですけど、とりあえず食べていきたいと思います。はい、いただきます。できました。半熟カマンベールカルボナーラでございます。じゃどーん！美味しそうですねー。いい匂い。すごい。すごい。めちゃくちゃ美味しい。うん。美味しいです。カマンベール、半分入れたのもあって、もうチーズ感がすごいですね。これぞカマンベールじゃない。これぞカルボナーラだって感じします。美味しい。うん。でも重すぎない感じがいいですね、また。うまっ。うん。まあ、ベーコンもう少し厚くてもよかったなって感じですね。ちょっとめちゃくちゃ薄かったです。それでも、美味です。うん。まあ本当はコンソメ入れないとダメだったんですけど、コンソメ忘れちゃったので、コンソメ入ってないんですけど、全然美味しいカルボナーラできました。でも過去一番の出来ですね。パスタ界の中で、たくあんボーイパスタの歴史の中ではナンバー1の出来ですね。こんなのはお店でしか作ったこと、食べたことないです。うん。うまっ。こんな感じでできると思わなかったですね。市販のレトルトとかではよく家で食べてたんですけど、またそれと違いますね、やっぱり。ちゃんとカマンベール使って、バターも加えて、味付けして。まあでもレンチンしただけなんですけどね。実際は。うん。レンチンしただけですけども。こんな風にできちゃいますので。皆さんもね、作ってみてはどうですかね。カマンベールのチーズ、あんなにすぐ溶けると思わなかったな。なんかめちゃくちゃなんか鎧みたいな、なんですか、ワニの鎧みたいなやつつけてるじゃないですか、カマンベールチーズって。だからあれちゃんと溶けるかなと思ったんですけど、熱で簡単に溶けるんですね。びっくりしました。うん。ごちそうさまでした。うわ、いいね。ニンニクも効いてました。美味しかった。うん。皆さんもね、こちら、半熟カマンベールのカルボナーラ、簡単ですので、ぜひ作ってみてはどうでしょうか。いや、満腹です。それではね、お別れしたいと思います。また、お会いしましょう。ついに階段さん、よいしょ。